はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクをしてもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。実はですね、今までやっすーはね、ちょっと無理をしてました。自分を賢く見せようとしてましたね。っていうのもですね、退院してからというのも、いうものを実体験をお話ししてて、患者のこの実態をお話しする内容にね、どこかリアルさがなくなってきたんですよね。こうなので、病気のことをたくさんこう調べて、本とかで調べて、ね、勉強してですね、皆さんにこう伝えていくといった動画にこうシフトチェンジしていってしまってたらですね、その一本の動画の再生回数がですね、10分の1や20分の1にまでちょっと減ってしまってたんです。これは YouTube をやっている側としてはですね、かなりショックでした。残念やなって感じですね。それでも病気のことを皆さんに知ってもらいたいと思って動画を続けてました。それはやはり僕のナルシストな部分の表れでしょうね。見た目もそうですけど、やっぱり賢くとかかっこよくとか見られたいんですよね。見た目は病気してて、肌もボロボロになってしまって、髪の毛もちょっと薄くなってしまっていましたけども、顔はね、マスクで隠せばいいし、頭はこうキャップでね、問題ないんですけども、けれども、そのうち、マスクはね、外す計画も立ててますんで、ちょっとそれはちょっと置いといてですね、ナルシストの癖が強いせいか、どうせこう話すなら、どうせ喋るならですね、賢く、かっこよく、ねえ、思うわけですよ。人間なんてものはやっぱりこう、よく見られた生き物ですよね。でもしかしそれには少し限界を感じてきました。ちょっとはね、少しはヤスの人間臭いところも出していった方が、気持ち楽かなーって思うんですよ。と思うようになったので、賢い人間を装うのは、ちょっと抑えていこうかなと思います。でもね、こう賢くしてて、賢そうにしてて、こう嬉しいこともあったんです。ヤスの話は分かりやすい。勉強なるわーってね、コメントもらってるんです。最近やったら、こう同じ白血病で入院してて、闘病生活 YouTuber のモンスタンドさんっていうね、人がいてるんですけども、その方からも、めっちゃ気持ちわかります、勉強になりますってね、コメントいただいたんです。そんなん言われたら、嬉しいじゃないですか。やめられへんがなーってなるんですよ。だからね、急にスタイルは変えれないので、しばらくは続きそうなんですけどね、こういう感じでね。あ、でもこれにはちゃんとね、ちゃんとした理由がありましてですね、心理学の方に書いてあったんですけども、人間は無意識に変化を嫌う生き物らしいです。今の現状に慣れてしまうとですね、その生き方に心地よさが出てきて、変化しようとするその先にはですね、ちょっとのことでも違和感しか感じられなくなるようです。ね、もう出てるでしょう。これが変化を恐れる瞬間ですよね。で、こういう、この勢いで、もうちょっとだけちょっと喋りますね。その違和感に慣れてしまえば、もうそれは違和感ではなくなりますので、例えば、ブランドの化粧品でもね、ブランドバッグでも、物は一緒でも、化粧品でも一緒でも、新色が出たよってなったら、その新色にチャレンジするのに、最初は違和感があるもんですよ。ネイルとかもそうですよね。爪のネイルね。爪を見てね、これ可愛いけど、私に似合うかなとかってなるでしょ。ただね、他で言うたら車のマイナーチェンジとかでもそうですし、スニーカーだって同じことです。
ちょっと話はそれましたけども、まあ何の話か分からなくなりましたけど、まあ人はそう簡単には変われないということですけど、まあちょっとちゃう話なんですけども、まあ自分でこうしようと思って取った行動には後悔はしないようですよ。ただ、他人のアドバイスやこう意見を求めて、その通りにやった行動の結果、思い通りにいかなかった時には後悔するようです。誰かのせいでこうなった。とね、真っ先にこう脳が考えるらしいです。だから僕はまあちょいちょいこんなね話をこう挟みながらですね、ちょいちょい変わりながらこれからも動画をやっていきます。ちょっとねやっぱ人間臭さというかね、僕らしさっていうのをね出していかななと、もうね挟んでいきますんでね、今後ともよろしくお願いします。といった感じでですね、このように感じるようになったのも、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらっているおかげで行かせてもらっているからだと思います。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんらは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。